さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なと初球陣センターへ抜ける、先制のランバッターは2番に入っている落合、してくるんでしょうか。注目です。さあ4球目は何か。打ちました、坂本、二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー、クリーンアップが登場します。バッター高橋、ドラゴンズダブルプレーでランナー、打ちました、いい打球だ、入った、ホームラン。いや、さてこのアルモンテ、どういうバッターなんでしょうか？まあ、右でも左でもホームランが打てる貴重なスイッチヒッターですね。そうですか。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。内へ持ってきましたが外れました、ストライクが入りません。ここは1球見ました。次が5球目、打った、これもいったか、入った、ホームラン。いや、引っ張った、岡本、一塁アウト、スリーアウトです。打席に入ります。まずは追いつくためにもこのセンター、2球目打ちました、一塁送球アウト、ワンアウト、バッターは DH 筒香、柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、右中間に強い打球、バッターは3番の柳田、ツーアウト中だと思いますよ。はい、そうですよね。インコース詰まりました、柳が抑えてスリーアウトチェンジです。2回表に入ります。ドラゴン打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは7番、インサイド落ちました、ヒットになった、ランナー出塁しました、ワンアウト、ランナー一塁です。でもおかしくないボールですね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました、追っつけて打ちました、レフト前ヒット、ドラゴンズチャンスになりました、ワンアウト、ランナー二塁。なるほど、そうですよね。変化球打った、セカンドランナーサードガンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン、でこれは決まった、右中間へ、さあバックホームするか、タッチアップ、サードランナースタートを切る、強打、きっちりと犠牲。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。そう、アウトコース打ちました、一塁アウト、攻撃になります。バッターは王、ドラゴンズリードで迎える最終回です。まず何を投げてくるか、打った、ファーストうまくさばいてアウト、ワン、2球目は何で来るか、インサイド落ちました、一塁へ、ツーアウトになりました。バッターは6番坂本、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。インサイド落ちました、ライナー掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人です。